ジャズドラマーの黒田です。今回はですね、3拍フレーズってどうやって数えるんですか？ワンツースリーワンツースリーワンツースリーを5回やって1拍余らせて演奏するのかっていうふうな質問がありました。3拍フレーズをね、頭から叩くとちょうど3、5、15なので、4小節にするためには3、5、5回、3拍フレーズ5回プラス1になるわけですよ。だから風になります。でもこれね、ジャック・ディジョネットの教本で、こういう3、3、2でこうとフレーズを捉える、というふうに書いてる教本とかもあったりするんで、ディジョネットはそうやって数えてるのかもしれないですが、僕のおすすめはですね、やっぱり4サイドで見える3っていうのを練習する。だからまずは1拍で1小節目だけ練習すると、2小節は3拍目なので、タツツタっていうのと、ツツタツで、次は次タツツかな、ワンツースリー。4小節目の頭すると、ワンツースリー、ワンツースリー、というふうに数える。こう4サイドから、4の方から自分がいて、そこから3が見えてると、例えば途中で分からなくなっても4サイドにいれば違うフレーズで自分は通り抜けることができるんですが、3サイドで行って見失った時にはもう4はどこにいるか分からなくなっちゃうんですよ。だから基本は必ず4拍子側にいて3を見てるって形にした方が、音楽的には多分ドラマーがこのしんがりを務めるとしては責任感を果たしやすいんではないかな。でこうその4サイドで見てる上で、こうなんかイメージ的にはこっちで4を感じてるこうハイハット君がいて、でそれの上にこう3で大きく歌ってる自分っていうのが乗っかれると、1人2拍。ワンツースリー。みたいな感じで、なんか3を自分で大きく歌えてるし、4を数えてる自分もいるっていう、両方いると、でこれが長くなれば長くなるほど難しくなるので、ただこれは3小節で1回同じことを繰り返してるんですね。だからずっと同じことが繰り返される。なので、15+1って言ったんですけど、2拍目から始めるとちょうど頭に戻るじゃないですか。だからよく最後のブルースの4、3段目のところから次のコラスの頭狙うときは、2拍目から始めて、というふうに頭にこうちょっと遠くから自分で割っておいて、4小節っていう最後の4小節のところだったら2拍目から始めればいいなとか、もう8小節だったら3拍目から始めればちょうど頭に戻るなみたいなことをやっぱ考えてますね。なのでここら辺からこうフレーズを合わせるんだったらちょうど頭に、でずれてたら途中でフィルインを入れて帳尻合わせて頭に戻したりするんだけど、基本的にはそういう計算をしますね。だからビル・エヴァンスの、よくやってる3拍子と4拍子行ったり来たりするときは、4拍子のアプローチの時に最後3拍子でそのまま3拍子のずっと続けてると、こうコーラスの切れ目っていうのがこうまたげるので、なんかこう音楽が大きくなるというか、で今度は3拍子の時に1212っていうこう3つ2小節で戻ってくるわけでしょ。それをやっておくと4拍子に行った時にワンツーワンツーの流れがそのぼやかされるので、だからできるだけこう区切れ目がこうくっちり3、はい3、はい4っていうふうに分かれるんじゃなくて、なんかいつの間にか変わってるっていうようなふうにしたい時なんかは逆算して考えるので、そういう逆算して書き出して練習しておくっていうのは僕もすごくよくやりました。
なので4サイドから見てる自分が大きい方がいいですよ。でも感情移入するんだったらその4サイドじゃない3サイドの方が大きくなってきた方が感情的には大きくなるんだけど、ただ事故ね、どうやってるか分かんなくなる事故っていうのがロストっていう事故が起こりやすくなるので、僕はやっぱり4拍子が分からないとそういうアプローチはしないですね。だから3拍フレーズの、教材がいっぱいありますけど、あれたくさんやってるとね、だん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 感覚が数えなくてもこの辺で頭だなとかっていうのが体が覚わるようになってくるので、そうすると3サイドで結構自由に歌っててもできるようになるんじゃないかなと思います。以上でした。ありがとうございました。